ヌーベルミューズの曲の聴きどころ、見どころを紹介できればなと思い、それぞれにおすすめのポイントをピックアップしていきたいなと思います。今の、桜の前奏が終わったっていう感じなんですけど、そこの最後のところで私が後押しっていうテクニックをやっていて、一回弾いて、音を弾いて押しをすることによって押し上げる、ズーンっていう押し上げの後押しをやっています。はい、それをで、それがきっかけで次にまたサークラーってなるから、そこの音を面白い音なのでちょっと聞いてみてもらったら嬉しいなと思います。あ、ちょっとやってみますね。今って押し上げの音まで聞こえました？押すとテンションがかかるから音が高くなるっていうことだよね、うん、で、押し上げってことか。そう、押して音を上げている、うん、聞こえた、うんうん、それをもうちょっと強調するために一旦押しといたところから押し離してもう一回上げるっていう風にやってるんだけど、本当は一回押しといてそこから極端に言うとこういう感じ。おお、あ、キューン、あ、一回戻してまた上げる。キューンってなる。そうそう。トゥーンってこと。そんな繊細な。うんうん。結構特徴的な音ですね。うん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 。今のところが、お琴のソロっていう感じだったんですけど、その中でさっき、っていうところが出てきたと思うんだけど、それの時にこういうふうに、
こっちのところを叩いたりしていて、ちょっと不思議な音が出ています。これがある意味あの音的にちょっと面白いところっていうか聞かせどころかなと思って、あとこれを叩いた後盛り上がってきたらこの、ま、こっちの無調音っていうんだけど調整されてない音、それのグリッサンドがこう入る。これがちょっとある意味一番の盛り上がりみたいになるから、これがちょっと聞かせどころかな。あともう一つあって、これもこれやってやると後にっていう音が入るんだけど、これは同じ音を2回聞いている。これもおことの言葉で言うとリャンっていう風に言うんだけど、2つ同じ音を2つ弾く、うん、これがちょっと特徴的な音で、しかもクライマックスで盛り上がってタララララララで盛り上がってララリャーンってなるのがちょっとやっぱ心に残る音になっているというか、それがちょっと特徴的な音で弾きどころだと思います。それは同時に音が出せるんだ、この字のこっち側とこっち側。あ、そうですね、字の字ってこれのブリッジが字っていうんだけど、うんうん、それのこっち側を普段は演奏する、うんうんうん、でこっちは演奏することはないんだけど、うんうん、時々こんな風に特殊効果を持った音として演奏することがあって、うんうん、それはこっちとこっちはもう別物なので、こっち弾きながら一緒にできます、うんうん、ミュートされちゃったりはしないんで、ね、完全にそのブリッジのところで、うん、両方響くっていうか、うん、ちゃんと音が出る、うん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 、なんかそっちのこの無調音の音、なんかおばあちゃん家の思い出って感じ。でも確かにうちおばあちゃんち楽器がたくさん並べてあって、しかもなんかちゃんとしまってあるんじゃなくって、楽器がこうセットした状態でいっぱい立っているんですよ、うん、そうするとなんか特に低い音とか17弦って低い楽器の音とかは喋ってる時響くんですよね。なんか周りの音に周りの音に共鳴しちゃう。ほう、へえ、喋ってる声にってこと？そう、人間が喋ってる声とか、うん、あと物音とかに重視弦が響いちゃうんですよ。ほほ、共鳴しちゃうんですよ。だからなんか時々やっぱ風吹いたりとか物音したりの時に重視弦がバーってこういう音で鳴るっていうのはうちのおばあちゃんのお家ではあるある。そうなんだ。そうですそうです。はい、はい、しおりさん。ここタブラのドソロなんですけど、ドソロっていうのは他の人が弾いてなくて、完全にタブラだけになるパートをここに、持ってきてるんですけど、即興で入れてたんですよ。なのでもう本当にその時の気分っていうか、毎回だから違うことを即興でやっていたんですけど、まあ、それだと結構危険っていうか、たまになんかもうすごいノリノリになっちゃって延々と何分とか続いちゃったりするといけないし、ソロが終わりましたよっていうのが2人に伝わらないとまずいなっていうことで、決まったコンポジションをやることにしました。で、そのコンポジションっていうのがもうすごい本当にベーシックなやつで、結構タブラとかあとインド舞踊、カタックダンスとかをやってる人は結構誰でも知ってるようなコンポジションなんですけど、キータカトゥントゥンナーティティダーダートゥナークレダートゥナカティティダートゥナカティティダートゥナークレデッタトゥナカティティダートゥンタダカティティダートゥンタダカティティダートゥンタダっていうのをやってます。
多分なんか2人は、なんだ最後のところがね、最後のところだけこうキャッチしてたんじゃないかなと思うんですけど、うん、勝ててだ、トゥンタダ、勝ててだ、トゥンタダ、勝ててだ、トゥンタダって、あと同じフレーズを3回やるところがあって、うん、タブラで叩くと、トゥンタダ、勝ててだ、トゥンタダ、勝ててだ、トゥンタダっていうのをやっていて、さらに分かりやすく、2人に分かりやすく伝えるためにちょっと音数を増やしていて、カテテダじゃなくてダーテレケテダートゥンタダーって変えちゃってるんですよ。ダーテレケテダートゥンタダーダーテレケテダートゥンタダーダーテレケテダートゥンタダーダーそのトゥンタダーのところで最後のダーのところでみんなが入る、うん、あ、そうそうそう、うんね、そうそう、それはちょっとやっぱりやってる方がドキッとするところだし、なんかお客さんもなんかそれを分かって聞いててくれてるとよしみたいな感じになるのかな。そうだよね、結構緊張す、曲を知ってる人は緊張する場面だし、知らない人はおーいきなり入ってきたっていう場面だよね、多分ね。そう、かっこいい、うん、このジャーラっていうパートなんですけど、そこに入る時のおことの、うん、タラララ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 っていうやつがすごい好き、うん、シタールだとラチチチ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 ラチチラチチラチチチラチチラチ、うんうんうん、どうやってるんですか。このメインの音を弾いて、あとはメインの音を弾いたら、あとはツッツッツッってここでの上の飾りの音を弾くだけです。一番上についてる。そう、一番上についてる、4本、うん、を4本弾いたり、3本にしたりとか、2本にしたりとかするんだけど、それを、ダチチチ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 ってやってるだけのところ。なるほど。そうだよね、もうこっからジャラに入るんだもんね、うん、早い。結構ジャラが長いんですよね、桜。ジャラの曲なんだね、これね。うん、このさっきのところ、ララ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 ラっていうところが、ガマック。あ、ガマックは、その一個の音に止まんないで、本当は、っていうのが、ガマックを使うと、っていう風になる。まっすぐ弾くと、いう感じになって、ガマックを使うと、っていう風になる。全然違うね。そう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 。音を強調しているって感じ？音っていうか、なんか、なんだろう。なんか抑えられない気持ちみたいなの。情緒的になるよね、やっぱり、ね。そう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 。インド人はもうすごいガマック大好きで、ほんとなんかこんなもんじゃない、もっとこんな感じ、とか、なんかそれもかっこいいねでもなんかここまで感情的な日本人だから、じゃ感情を抑えなきゃいけないから、まあでもちょっとは入れたいからこれが出すけど、出しすぎずみたいな。すごい効果的だよね。
そうだね。なんかもっとこれから出してってもいいかもね。ちょっと今まであれ人目を気にしすぎてたけど、人目をなんかもうちょっと個性を爆発させてもいいのかもしれない、これからは。うん。